はい、じゃあ次はアザラシのお腹側見てみましょう。はい、さあなかなかね見る機会がないと思います。はい、さあよーく見るとおへその穴がアザラシの器用な前足をご覧いただきます。はい、はい、さあ次はこちらのねリングを使ってみましょう。はい、さあアザラシ大きな魚を食べるとき、このね前足を使ってしっかりのね、掴んで食いちぎって食べます。はい、はい、じゃあ本日はじゃあこちらのリングね持ってもらいましょう。はい、はい、じゃあそれでは行きますか。はい、あ、いいですよ。いいですね。はい、そうしっかりとね持ちました。はい、この後は首にかけてみましょう。はい、行きましょう。それそれ、はい、よくできました。よくできました。はい、さあこのようにですねバスケットボールを使います。はい、はい、あ、それではこの種目は、はい、マコもどっか行っちゃいましたね。はい、じゃあそれではジャイコ行ってみましょう。はい、行きますよ。それー、あーちょっと惜しかったですね。ちょっと距離がね短かったですね。はい、はい、じゃあそれではじゃあもう一度やってみましょう。はい、ね、私のコントロールもね大事ですからね。はい、はい、さあもう一度ひっくり返って、さあ次こそはね私もしっかりと投げたいと思います。はい、では行きますよ。それお、はい、上手にね着地できました。ナイスキャッチです。はい、ありがとうございます。はい、さあこのように丸いボールを器用にキャッチすることができるんです。はい、さあ続いてはこちらのチームが行きます。さあここでは聖子の泳ぎ方にご注目です。聖子はこちらのバスケットボールを持ったままこのツールを一周泳いでいきます。じゃあね仰向けになっていってらっしゃい。さあご覧の通りアザラシは前足はほとんど使わずに後ろ足を左右に振って泳ぐんです。同じヒレアシッピの仲間にはアシカの仲間も含まれますが、アシカの仲間というと大きな前足を水中で羽ばたく耳たぶがついているんです。はい、じゃあね、そろそろ一緒ですよ。はい、はい、よくできました。はい、よくできました。はい、見事な泳ぎでした。さあ、では使ったボールも戻してもらいます。はい、大丈夫かな。ちょっとね、魚口から出してますね。はい、ちょっとね、ボール持ってきてほしいんですけど、こっちですよ。あ、いいですね。はい、じゃあ頑張って。ちょっとマコが気になるかな。はい、はい、もう少し頑張って。はい、頑張って。あ、いいですよ。はい、バイルです。はい、ありがとうございます。さあではね、続いては道具を変えてアザラシの動体視力の良さご覧いただきたいんですけども、ちょっとねマコがね、あ、ちょっとね、はい、頑張りますよ。はい、はい、はい、いいですね。一旦台に戻ってもらいますね。はい、さあそれでは私がこの5本のリングを投げて、マコが水中で素早く動いて首にかけてリングをキャッチしていきます。はい、じゃあね、入って距離を取っていきます。じゃあね、私も距離を取ってここから投げます。いきますよ。1本目、お、さあ2本目、お、3本目、いいですね。4本目、お、最後、はい、よくできました。はい、さあこのようにですね、上下左右に振ってもしっかりとリングの行方を追って首にかけることができたんですけど、あれあれリングを持ってどっか行っちゃいましたね。はい、じゃあね、戻ってきてね。はい、はい、はい、よくできました。あ、ありがとうございます。ではね、続いてはそんな後ろ足の力強さをご覧ください。さあこちらの種目、水中で勢いをつけまして海面からですねジャンプをしまして、このターゲットにタッチしてもらいます。はい、ではね、マコとジャイコが頑張ります。はい、はい、じゃあね、行きますよ。はい、頑張って。それ頑張って。
ください。よくできました。さあ、現在ショーに出ている4頭のアザラシは体重が70キロを超えています。さあ、そんな重たい体全体が水面から飛び出るほどの後ろ足の力強さがあるんです。はい、ではね、続いてが最後の種目になります。最後は皆様も気になっているかもしれません、後ろの滑り台を使った種目をやっていきます。はい、さあ、ここでは、アザラシの移動の仕方をご覧いただきます。さあ、アザラシ移動するときは、体を弾ませて進みます。はい、さあ、またね、手の生え方も、前から後ろに向かって生えているので、後ろにはね、滑りにくく、前にはね、スムーズに進むことができます。はい、じゃあね、稽古もいきます。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、頑張って。ちょっとね、マコは滑り台来なかったですね。はい、はい、はい、じゃあ最後はジャイコ、稽古もいきます。はい、よくできました。はい、よくできました。はい、さあ、それではね、大変短い時間で残念ですけども、以上でアザラシのショー終了いたします。最後